はい、今回ですね、河合のデジタルピアノの、ご紹介なんですけども、ね、ピアノ屋さんがね、デジタルピアノっていうのも、どうなのかなっていうふうに思われる方もおられるかなと思うんですけども、ピアノのね、修理をする間にですね、当店ではね、オーバーホールとかいろいろやるんですけど、弦を交換したりとかね、ピアノの色を変えてしまったりとかね、あの奥にあるのなんてね、もともと黒やったのを黒を剥がしてね、ああいう感じの木目のね、ピアノに塗り替えたりとかするんですけど、何ヶ月とかね、ピアノをお預かりするので、その間の代替えということで、デジタルピアノを貸し出しをね、させてもらったりすることがあるんですけども、それ用のピアノなんですけどね、お客さんがね、このデジタルピアノを取りに来ていただく場合もあるんですね。なので小さいデジタルピアノの方が都合がいいということで、こっちの方がね手に入りましたので、ちょっとこれね大きいので、もうね安く販売させていただこうかなということで紹介させていただいております。蓋の方がねこういうふうに開け閉めできるようになってまして、音も全部ねこういう感じで全部出ますね。まあ2005年のものですのでね、まあ鍵盤の雑音とかはまあそれなりにありますけど、まあそんなに影響ないのかな。ちょっとカチャカチャカチャぐらいはね出ますけどね、強弱もちゃんとつきますし、普通に演奏できるんじゃないかなと思っております。はい、まあさすがにね使用感というかそういうのもありますのでね、そういうのをあまり気にされない方でしたらいいのかなと思いますね。これはちょっとテープからやってるけど、はい、こういう感じのデジタルピアノいかがでしょうか。